イカイ市は中華人民共和国三島省最東部に位置する地球市。かつてはイカイエーと言った。近代にはイギリス島地下に入りイカイエー咀嚼地となった。三島半島の東部一帯を占め、北東南は黄海に面し、北方は両東半島と相対し、東方は朝鮮半島に近い。 北岸の宿部の湾内には、流行島が浮かぶ。三島半島最東端の青山閣は、古来から、朝鮮半島との交通の要衝であった。東大以来、東州東部の文み都県、栄政権の領域であった。秋代の1398年は公防衛のため、三島半島に、青山、守る、安市海守るとともに、遺海営が設置されたのが始まりである。 新末には、李工省率いる北洋海軍基地となり、1890年、流行島に北洋水師学堂が設置された。日清戦争末期、低助将率いる新国北洋艦隊は、イカエ湾番内に閉じこもったが、海陸から日本軍の攻撃を受けて壊滅した。下関条約締結後、日本が一時保証占領した。1898年に、 イギリスが新国から咀嚼し、イギリス海軍の管轄下に置かれ、ポートエドワードと呼ばれた。1900年には、行政長官署が設置されて、イギリス植民地省の管轄下に入った。新朝最後の皇帝となった、愛新ク羅フギの家庭教師を務めた、イギリスの中国学者であるレジナルド・ジョニストンが1926年から、行政長官を務めた。 ワシントン会議でイギリスは異界への返還を声明していた。1927年、紹介石によって建てられた南京国民政府が翌年に北伐を完了させた後、1930年10月1日に返還式が行われた。日中戦争では再び日本軍が占領している。1945年に中華民国政府の下で、 以海英氏が成立し、中華人民共和国成立後の1950年、以海氏と改名、1987年現在の地球史に昇格した。中韓国交樹立以前の1990年には、大韓民国新川直轄氏との直通フェリー、近況号が就航し、韓国との関係を深めた。二川港まで14時間の航海である。また、 以下、大水パク空港から韓国への航空便が運航されている。改革開放以来、外国投資を集め、中韓国交樹立後は韓国からの直接投資が集中した。このため2003年の輸出額は25.3億ドルに達し、外国からの投資額の50%以上を韓国資本が占める。在住韓国人も多い。イカイ降は、タオに司令部を置く。 中国人民解放軍海軍、北海艦隊の重要な基地でもある。渤海湾南部で開発が進む、海底油田地帯にも近い。東部の栄西市は、中国最大の漁獲量を誇る。伊カ市は西かつく、に研究市を管轄する。三河東行政区東海船区文みと船区伊カ市。ありがとうございます。